パーフェクトポーチ、本当に簡単にポーチエッグが作れるのかというものをちょっと実験していきたいと思います。入ってます今。お、できた、すげえ。うわほほほ、このエッグベネディクトとやらをね、今から作っていきたいと思います。はい、ということで、続きましてこのエッグベネディクトを作っていきたいと思います。このエッグベネディクトはね、なんかこうおしゃれなカフェとか、なんかニューヨークの朝ごはんとかでこう食べるらしい料理なんですよ。結構作るのもかなり難しいみたいなんで、ちょっと俺が頑張って作ってみようかなと思います。今からね、いきましょう。で、まずオランデーソースっていう、まあ、ソースがあるみたいで、それをまず作っていきます。ちなみに今回はね、2人前作っていきたいと思います。で、まずね、バターを 70g、 クソ多い量なんだけど、70g を、まず溶かしていきます。続いて卵をね、3つ、割り入れていきます。パカッ。で、この卵を湯煎しながら、かき混ぜていきます。で、卵がまあ大体人肌ぐらいに温まったら、ちょっと鍋から下ろします。だんだんね、かき混ぜてたらなんかサラサラからこうもったりみたいな感じになってくるんで、こうなったら、バターを、入れていきます。で、バターはね、4、5回に分けて入れないと、一度に入れちゃうとなんか分離しちゃうみたいなんで、ちょっと分けて入れていきます。よし、OK。で、だいぶとろみがついたらね、塩コショウしていきます。で、本当はね、ここにね、レモン汁を入れなきゃいけないんだけど、ないないから、もうこれはもう終わりはい、オランデーソースの出来上がりでーす。じゃーん。それでは、前回のように、パーフェクトポーチ使ってポーチデッグ作っていきます。はい、こんな感じで、2つ作ってます。で、次にイングリッシュマフィン、まあ、これスーパーとかどこでも売ってるんで、まあぜひ買ってみてください。で、イングリッシュマフィンを、オーブンで焼いている間に、あとベーコンを焼きます。今回はね、結構いいベーコンを使いたいと思います。オリーブオイルを使っていきましょう。よーし、焼いていくぜ。てやてや、ふぅー。あー、いいっすね、ベーコンが。いいっすね、うまそう。ベーコンマジうまそう。そうこうしてる間にイングリッシュマフィンも焼き上がりました。で、ポーチドエッグを救出します。では材料たちが揃ったんで、今から盛り付けしていきます。置きます。ベーコンをのせていきましょう。ジャスジャス。今回主役のポーチドエッグ入れていきます。よし、よいしょ、いい感じ。そして最後にオランデーソースをかけていきます。パセリも添えてね。はい、ということでエッグベネディクト完成です。ベーコンから食べちゃおうかな。あ、またこのソースがうまいわ。うまい。あの、ポーチエッグはこのパーフェクトポーチなくても、あの、作ろうと思えば作れるんで、ぜひ皆さんね、あの、ポーチエッグ作って、さらにね、このエッグベネディクトぜひ作って食べてみてください。本当に美味しいんでおすすめします。ということで、ゆうびーでした。じゃあね。この動画のチャンネルを登録したい方はこちらのボタンから、ゲーム実況なんかやってるサブチャンネルを登録したい方はこちらのボタンから登録してね。そしてユーピーの新作の T シャツ出たよ、買ってね。おー、これ